こんばんは、中3英語です。プログラム6の教科書内容ということで、目的格の関係代名詞で、ね、見ていくよというところだった中、関係代名詞を使って2文を、ね、1文にしてみようっていうお話のところを今日はね中心に見てみようかなというところになるわけですね。そうしますと、今日は目的格の関係代名詞ということで、であとはね、先行詞がとりあえずね、今日はね、全部物ということなので、which を使ったものに関して、ね、which、まあ、とにかく which だけを使ってね、やっていこうということですね。例えば、先行詞が人の時は、ざっとなんていうのを使うなんていうのもありましたけれども、とりあえず今日のところは、プログラムこの6の1の部分に関しては、which の関係代名詞というお話になっているので、先行詞は全て物になっているのかなということになりました。さあ、では2文を1文にということになるんですが、目的格の関係代名詞、主格の時は主語部分にね代名詞が来てて、それがね誰だろうねなんていうことで先行詞を見つけていったところなんですが、目的格の場合は目的語の部分にですね、もうなんだかもう見た目はあからさまにですね、目的格、ね、の代名詞が来てるんですね。 My grandfather、 私のじいさんが、はい、動詞くれたんです、はい、何をね言ってなんていうことでね。で、この it がじゃあ前の文何さしてんのっていうことになるわけですよ。で、私にそれをくれたわけですね。それって何くれたのって、多分ペンですよね。はい、だからそう、あ、このペン、ザペン、これが先行詞ということになってくるということですね。はい、ですからまず主格の時もそうでしたが、前の文章の、はい、 thisis the pen、ね、はい、先行詞部分まで書いていきます。前の文を全部書きましょうじゃないんだよね、はい、先行詞部分まで書く。たまたま今回先行詞が文の一番最後だったので、一文目ね、はい、一文をそっくり書いたみたいな形になってますが、先行詞部分まで書く。はい、先行詞来たら、はい、今回ものですので which ということで関係代名詞を持っている。そして、主格の場合は主語部分と入れ替わるわけなんで、主語を消して動詞からということなんですが、はい、今回は、はい、my grandfather で、まあ、主語は主語で続きまして、はい、動詞が来て、はい、この目的語 it が消えます。そして to me という具合で書いてある。それでと、はい、これは私のじいさまが私にくれたペンですというふうな、はい、そんな文章が出来上がってくるということでした。同じく、I have a picture、ね、で My sister painted it last year。 私の妹なり姉ちゃんが去年それを描いたと言ってますが、それって何？はい、それって何？はい、多分絵でしょうね。はい、ですからこの一句の目的語の指すものが、はい、ザ・ピクチャーか。じゃあこれが先行詞になりそうだな。ということで、はい、先行詞部分まで書いていきます。I have a picture ですね。やはりたまたまですよ。前の文章一文ね、そっくり書いた形になりました。はい、そしてピクチャーですからってことで、まあ今日はね、ウィッチしか出てこないんだけれども、はい、ウィッチと続け、2文目以降、はい、主語、my sister。はい、そして、painted。はい、で、it を書かない、last year とね、いうふうに続けてあげるということでした。そうすると、私は、私の姉、妹が去年描いた写真、この場合は絵の方がいいか、ね、絵を持っていますということになってくるわけですね。同じくいきましょう。Let's sing a song. Your sister wrote it for us.、歌を歌いましょう。あなたのお姉さん、妹が私たちのためにそれを描きました。それを描きました。書いてくれたそれって何ですかということになれば、やはりそれはソング、歌ということになるんでしょうね。ということですね。はい、ですからやはり、はい、Let's sing a song ですね。はい、そしてまたまたまです。やはり前の文一文書いた形になりました。はい、そして which と続きの、はい、主語、your sister。はい、そして wrote。はい、it が消えて、for us と、ね、いうことで、慣れてきたでしょ慣れてきたでしょ慣れてきたでしょ。はい、ということで、あなたのお姉さんなり妹が私たちのために書いてくれた歌を歌いましょうとなったわけですね。はい、そして、The story is famous in Japan.、ね、He wrote it.、ね、はい、その物語は日本で有名です。彼がそれを書きました。はい、彼が書いたそれって何ですか何ですか。はい、ストーリー、物語ですよね。
はい、だから先行詞部分まで書く。はい、The story ですね。そう、だからこれよ、このパターンよ、このパターン間違うよ。はい、そして関係代名詞 which とくるよ。はい、で2分目いきます。はい、 He wrote、 はい、 It が消えて、 It が消えて1分目残りがあれば、はい、 Is famous ね、なんていうふうに書いてあげる。そうすると、はい、彼が書いたストーリー、物語は有名だ。In Japan が抜けた。はい、失礼しました。In Japan ね、日本で有名です。で、いうふうな形になってきたっていうことですね。ということでした。はい、ですので、1、2、3とまあ練習してきましたけどもね、このパターンはね、まあまあいけるんですよ。ところが、この主語の中にね、関係代名詞が含まれてくるっていう、この先行詞がポーンと最初に出てくるパターンですね。はい、これでなかなか、やっぱり、どうしても前の部分を一文書いちゃうんだよね。前の一文書いちゃう。だけど違うんです。先行詞部分まで書くということでした。で、またこのパターン、和訳するときがね、はい、やはりなかなか、物語はとかってね、もういきなり訳を取ったりしちゃうんだけど、関係代名詞以下からね、引っ掛けて、これこれ、こんな物語ね、というふうに訳していこうね、ということでございました。はい、ということで、目的格の関係代名詞ということで、今日はね、ウィッチを中心に使うものというのを、まあ、そして2文を1文にしてみようということでやってみましたですね、ということでした。では。